クソムシは、昆虫目、コガネムシ科、およびその禁煙などがに属する昆虫のうち、主に哺乳類の糞を餌とする一群の昆虫を指す。食糞性コガネムシとも呼ばれる。動物の糞は、その動物が利用できないものを排出したものだが、他の動物には、利用可能な栄養を含み、また消化の過程で追加される成分もある。そのため、動物の糞には、 昆虫を含む多くの小型動物が集まる。ただし一般にクソムシと言われるのは、甲虫目の中でコガネムシ化とその近縁なグループに属するものである。その大部分は、哺乳類、特に草食動物の噴を食べる。色は黒を中心としたものが多いが、金属光沢があるものや、ビロードのような毛があるものなどがいる。また、大黒コガ金やツノコ金、エンマコガネ類など、 オスに角がある例も知られる。またフンコロガシは古代からその不思議な生態で注目された。ファーブルが昆虫器の中でこの仲間に何度も触れ、その習性を詳しく調べたことはよく知られている。実用面では、牧畜におけるフンの処理はこの類に大いに依存している。蒸気のように、この繁殖に含まれる昆虫の範囲は都がを超えており、 逆に小金虫科の中でこう呼ばれるのは、その一部に過ぎない。また、実際には糞に集まらない、あるいは、糞以外の栄養源も利用するのにこう呼ばれる種もある。実のところ、クソ虫という名はその生態的な特徴を意味するのに、かかわらず、実際にそう扱われるのは、分類群のくくりで行われ、しかもその体系が大きく変化しているため、このような状態が生じているのである。 フンコロガシや大黒コガ金などはクソムシの典型であり、これに類似の、そして似た生態を持つものをまとめて、かつてはそれらのすべてをコガネ金虫化に含め、その海分類においてひとまとまりの群とみなした。これがクソムシの範囲である。しかしその後の分類体系の見直しの中でそれらは解体され、一部は独立化となったため、 現在ではそれを取りまとめるくくりは存在していない。一般にクソムシと言われる仲間とそれぞれの分類上の位置を示す。新鮮な糞があると匂いを嗅ぎつけてあちこちから集まってくる。その場で糞を食べるものもあるが地下に穴を掘り糞を運び込むものもいる。またスカラベは糞から適当な大きさの塊を切り取り、 丸めると足で転がして運び去ることから踏む転がし、または玉押し小金とも呼ばれる。この時、頭を下にして逆立ちをするような姿勢をとり、後ろ足で噴火を押し、前足で地面を押す。古代エジプトではその姿を太陽に見立て、神聖死していたという。日本ではこの仲間は存在しないが、豆だるま小金がこれと同じくそ運びをすることが知られる。ただし、 体長3ミリメートルの虫なので目につかない。また、多くの種が子供のための食料を確保する習性を持つ。センチコガネ類、エンマコガネ類は糞の下に巣穴を掘り、その中に糞を運び込み、幼虫一匹分の糞を小部屋に詰め、卵を産む。スカラベや大黒コガネ類は糞の下に部屋を作り、そこに運び込んだ糞を使ってクソ玉を作る。 クソ玉ははじめは、休憩で、その上面つらに部屋を作り、散乱して部屋を閉じるので、洋なし型か、卵型になる。幼虫は、クソ玉内部を食い、そこでさなぎになり、成虫になって出てくる。成虫は、クソ玉を作り上げると出ていくものもあるが、ずっと付き添ってクソ玉の面倒を見るものもある。ファーブルの観察によると、大黒小金の一種で、クソ玉に付き添う成虫を取り除けると、 数日のうちにクソ玉はカビだらけになり、成虫を戻すとすぐにきれいにしたという。このような修正は、親によるこの保護の進化という観点からも、注目されている。糞を食う種でも、糞以外の餌に集まる場合もある。センチコガネは糞を食うが、キノコの腐ったものなどにも集まる。コブスジコガネ類は糞に集まることもあるが、真の餌は、動物の毛や骨などで、 むしろ死体に集まることが多い。マグソコガネ類は糞に集まる種も多いが、種によっては、口器や植物質を食うものも知られる。なお、何を食うか分かっていない種もある。クソムシは哺乳類の糞を分解する上で、重要な役割を持っている。地球上、それぞれの地域において、大型の草食哺乳類がおり、その糞を食うクソムシがいる。家畜をた地域に移植した場合、 在来のクソムシでは、家畜の糞を処理できない場合がある。オーストラリアなどでは、そのためにクソムシを持ち込んだことがある。生態系におけるクソムシのもう一つの大きな役割は、種子分散である。哺乳類の糞に含まれる植物の種子はクソムシによって、地中に埋められることで、発芽率が上昇する。クソムシは、型が美しいものも多く、研究者やコレクターが存在する。 そういう人の家の冷蔵庫には、飼育のために糞が、冷蔵保存されているという。また、これらの採集のためにはトラップが有効で、そのために採集旅行に糞を持参する例もある。日本では、鹿が多い金華山、奈良公園、宮島にクソムシも多く生息する。この内奈良市には、クソムシを展示、研究する、奈良、町クソムシ館が開設されている。ありがとうございます。